グランパスはアメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名は、ハクジラのシャチの古名、または、ハナゴンドウの学名にちなんで命名された。アメリカ公文書は、ハナゴンドウを由来と明記している。その名を持つ艦としては7隻目。シャチハナゴンドウグランパスは1944年2月8日に、ボストン海軍造船所で寄港し、 1944年12月16日に浸水したが、竣工前に第二次世界大戦は終了し、建造は1948年まで中断された。1949年10月26日、シャーロット・リン・ウッドワードによって、洗礼を受け、同日艦長ジョージ・ F ・シャープ中佐の指揮下収益する。新型のシュノーケルを装備したグランパスは、 対戦中の艦隊型潜水艦と比較して、より長時間の潜航が可能となり、グッピー潜水艦のプロトタイプとして、後の原子力潜水艦にも採用される多くの新機構が組み込まれた。収益後は、バージニア州ノーフォークで、第61潜水船体に加わり、東海岸を呼び、カリブ海での様々な演習に参加した。その中には水雷及び攻撃演習。 シュノーケルの試験及びデモンストレーション、対潜水艦船訓練が含まれた。グランパスはまた、初期の対潜水艦船、対潜紹介に関わる多くの開発に参加、貢献し、それは今日のアメリカ合衆国の防衛における重要な基礎を形成した。1955年1月5日から4月2日まで、グランパスは単独で地中海への巡航を行った。 グランパスは、アルジェ、ナポリ、バルセロナ、マルタ、ベイルート、モナコを呼び、ジブラルタルを訪問し、その後ノーフォークに帰還すると、通常の訓練を呼び、テストを再開、ポーツマス及びフィラデルフィアで、定期的なオーバーホールを行った。1950年代後半から60年代前半に、かけてグランパスは、ノーフォーク沖の北、大西洋で活動した。 艦長、D.A. キルマー少佐の指揮下、グランパスは、アルファ任務部隊と共に6週間の任務につき、任務は1964年2月13日に完了した。4月3日、第6艦隊と共に地中海へ展開し、8月3日まで活動する。その後バージニア岬沖で活動し、1965年4月中旬にオーバーホールのため、 フィラデルフィア海軍造船所に入居した。秋に成長及び回復訓練を行い、グランパスは東海岸沿いに作戦活動に従事、主として対潜水艦戦訓練に参加した。1966年5月13日にノーフォークを出港し、大西洋東部及び北ヨーロッパで、NATO の対潜水艦戦演習に参加する。 ノーフォークには8月30日に帰還し、グランパスはバージニア岬及びカリブ海での活動を再開、12月29日に修理のためフィラデルフィア海軍造船所に向けて出港した。作業が完了するとグランパスは大西洋艦隊での任務を再開した。グランパスは1972年5月13日に退役し、同日除籍された。 その後総合防衛援助計画の下、ブラジルに売却された。ブラジル海軍では、リオグランデドスルと改名され、先代のリオグランデドスルに代わって収益した。6年間の現役活動の後、リオグランデドスルは1978年11月16日に、ブラジル海軍を退役し、1981年6月18日に廃棄された。ありがとうございます。